まあ寒くなったっつっても、まあ20度ぐらいあるんですけどね。22度ぐらい。外も20度。部屋が22。テレビの中間視してみます。どうした？このポテトチップ、ここのこのイオンが作ってるなんかポテトチップスっていうのを見つけたんですよ。まだ買って食べてないんですけど、なんか普通のカルビーのポテトチップスより安いような気がした。じゃあ今度食べてみようと思ってね。最近すごいポテトチップスが食べたくてね。おやつの時間かな。今キララはテーブルの上の箱の中にいるんです。でビビさんはあのベッドのいつものとこにいるんです。まあ、角っこに寝てるんですけど、そろそろおやつですか？おやつですか？でもちょっと待って、ご飯食べる前のやつね。ご飯おやつで趣味して、はい、ご飯食べよう。おいでおいで、はい、おいで、おやつだぞ、ご飯やぞ、おいで。おいでおいで、おやつ、ご飯食べよう。あら、ビビさん来ないね。来ませんね、ビビさん。おいでー、アイス食べよっか。アイス食べよう、おいでおいで、アイス食べよう。今日は一個ずつあげよう、一個ずつな。よし、ちょまずビビさん、キララが来たか。ビビさん、はい、おいで、おいで、あ、キララ、おいで。何食べようかなってすげえ考えたんですけど、昨日ね、なんかあの何だったっけ、いろんななんかこう料理を作る動画を見てたんですよ。で、唐揚げ作ってんのを見てて、ね、すげえうまそうに感じて、そういえば最近唐揚げ食ってないなと思ってさ。前あの何だったっけ、あそこの韓国、じゃあ、台湾料理だったっけ、中国料理か台湾料理か、そういう店によくあの唐揚げ食べに行ってたんですけど、最近全然行ってなくてね。まあそんな高くはないんですけどね、680円ぐらいからランチがあって、最近行ってないね。で、今日はこれと、そうやな、ブラマライスはここにあるんですけど、これとラーメン、どれぐらいだっけ、豚の角煮、
なんかね、あとね、なんかこう小屋暮らしみたいなやつずーっと見てたんですよ。なんか10万円で買った家をきれいにしていって住んでいくみたいなのをずっと見せて、まあ、なんか楽しそうだなと思ってね。だからこういうのが俺がやりたい一軒家じゃなくて、そういう古民家っぽいものを修復して住みたいな。別に古民家じゃなくてもいいんですけど、なんかこうそこはね、なんかこう森の中にあったようなね、こう家なんですけど、それはまた良くてね、なんか見てたら、わあいいなあこういうのとか思いながら、まあほんとすごい理想はこう山の中でこう川が流れててとかね、なんかこう朝起きたらこう鳥の声とかが聞こえてて、車の音とかが一切聞こえてこないような場所がいいよね。まあ、そういう理想を持ってるから、だから俺ね、そのうち住みそうな気がするんですよ。そのうちどっかで見つけて。もう見つけたら早い。多分行動は早いです。ただ見つけるのが難しくてね。だからまあ行動して、いろいろこう人と出会ったりとかして、そういうのが出てきたら一番いいかなと思ってるよね。まあ、そういうところに住む、もし住むんだったら、こう綺麗にして、ちゃんとこうネット環境とかないとね、困るからね。まあそういうとこってネット環境ってあるのかな。まあ場所にもよるだろうけど。そういう。これどうやって食べよう。これ何グラムだっけ ?130 グラムか。130グラムでしょ。卵でまた、卵でやっちゃうか。前と同じバージョンで。卵と、からの納豆で、納豆、最近ね、ハマってんすよ、このポン酢入りってやつ。また入ってる、箱の中に。あいつの箱の中に入るのかな。別に箱の中で丸くなってるわけじゃないです。箱の中でお座りしてるような状態なんですよ。そろそろね、鍋やろうかなと思って。鍋。あっちのテーブルで。鍋の、あれも鍋もあるでしょ?で、ガスコンロもあるでしょ?何回くらい使ったっけ、このガスコンロ。カセットコンロか。と野菜と豆腐と買って、鍋いいっすね。こんだけ部屋が寒くなってきた鍋やったら、部屋の中も温まるだろうしね。で、スープもね、あるんですけどね、スープ食っていかないと追いつかないもんな。あと、これでしょ?これでしょ?スープ飲むか。今日はコンソメスープ、コンソメ朝がいいか。白味噌にしましょう。
今日ね雨だったんですよ。雨なのは分かってたんですけど、ちょっとあの打ち合わせがあって、あの打ち合わせをして、帰ってきました。そっか、これこっちが開けんのでね、この打ち合わせが終わってご飯を食べてなかったんですよ、朝ね。で、すげえ朝早くて、お腹すいたなと思って、ご飯食べたいけどなと思ってたけど、打ち合わせの時間よりちょっと早かったんですね。約束をしてた時間より。どうしようかなと思って、としたときに、そこに、そこにね、そこに、あれ、そこに、そば屋があったんですよ。で、そば屋があって、まあ、朝早いから、閉まってんだろうなと思ったんですよ。弁当屋じゃないから、そば屋だから閉まってんだろうなと思ったら、あれと思ったら、そば屋の前に、弁当の、こういう、なんか、のれんじゃないけど、そういう旗みたいなのが立ってたんですよ。あれと思って、あれこれって何、このそば屋と関係してんのかなって一瞬思ったんですね。で、ぴゅっとお店の入り口を見ると、なんか人影があったから、あれやってんだと思って、お店の中じーっと覗いたんですよ、外のガラス越しから。そしたら、なんかテーブルになんか弁当らしきものが置いてあって、あれと思って、お店の人と目があったからパッと開けて、すいません、弁当売ってんすかつったら、はい、弁当やってますよ、つったんで、あ、弁当を始めました的な感じだったんですね、その蕎麦屋が。で、あ、その雨も降ってたから、その中で食べていっていいですかつって、ちゃんとテーブルもあるんですよ。テーブルもあるんだけど、その弁当だけを販売してる感じだったから、その通常だと、お店でお客さんが食べるテーブルに弁当を並べて置いてたような状態だったんで、あ、これ食べれないのかなと思って、これ食べれるんですかつったら、あ、どうぞ、なんかちょっとうって感じはしたけど、どうぞ中へって言ったんで、あ、すいません、つって、弁当を食べたんですけど、なんかね、割高に感じた。ちなみには値段は450円だったんですけど、まあ、450円って安いけども、なんか今まで食べてきた弁当がなんかすごい安すぎて、なんかちょっと高めなのかなっていう感じもちょっとしましたね。まあ400円ぐらいで、まあ弁当って一般じゃ400円、500円で。でもなんかね、それがね、まあ400円とか、正確に450円なんですけど、450円出せば、他の弁当屋ならもっとこういろんな、こう、バラエティ飛んだ、こう、具材が来るのになって思ったような感じだったんですよ。っていうのは、今回食べたのがご飯の上に、まあこれぐらいの、なんかこう、パックに、薄いなんか、薄い卵焼きと、薄いなんかこう、とんかつみたいな、めっちゃ薄い、それがなんか、3つぐらいだったかな。で、卵が2つぐらいだったかな、薄いのが。で、なんかこう、豚のなんか炒め物みたいのがちょっとと、なんかキャベツと卵のチャンプルみたいなのが一つ、多分それぐらいだったと思うんですけど、なんかこうパッとしないような、これが450円かって思うような感じ。 あとスパムも乗ってたわ。まあ実際食べて、まあ普通ですよね。まあなんかこうパッとしないような、だからなんかもういろんな弁当を食って、沖縄でね、結構いろんな弁当屋行って足止めて行ったから、結構その値段とその味とみたいなことを考えながらこう食べるでしょ。で、結構安いとこあるからね、もう200円とか300円ぐらいで食べれたり、だいたい蕎麦なんてさ、
そばなんて100円であるよね。これがうちのこの 今住んでるこのうるまのこのエリアの周りのそば屋は100円でいっぱいあるんですけど、これはうるまだけなのか、外出てもそばって100円で売ってんのかって、そこがねちょっと分かんないです、まだ未だに。ただほら、うるまを出てから弁当屋に行ってそばを食べるって、ほら、まあ、弁当屋のそばですよ、弁当屋のそばを食べるってことは今まで一度もないから、その100円で売ってるのはここだけなのか、また違うとこに行くと値段が違うのかなとか、その辺がよく分かんないんですよね。何しかね、弁当屋がやたら多いですね、この辺は。まあ、すごい嬉しいことですよね。ちょっと寒くなったかな、うちのあの弁当もね、お弁当持ってったんだけどね。ちょっとね、最近持っていかない。いや、寒いっしょ、外で食うとさ、海辺とかどこに風もビュービュー吹いてるし、だからちょっと今やってんやけど、また暖かくなってきたら弁当、持っていこうと思う。ポン酢の香りがいいね。ここね、ネギもしっかり。ネギがちょっとカチカチな。この前チンしちゃったんだよね。2月にね、T シャツの販売します。デザインはまだ決まってないんです。決まってないことはないんですけど、まあ、少しずつ、決まってはきてるんですけど、2月、4日に、T シャツの販売、やります。毎年やってるんですけど、2月4日ね。で、いつもと一緒で1週間の、予約販売となります。うまい。まだ飽きないね、俺ね。大体ずーっとこう食べ続けるんですよね。そしたらこう飽きてパッと止まって、また違うことにいっちゃうんですよね。まだ全然飽きないね。で、こいつどうしようか。これを多分で、出すでしょ。で、150ml のはずなんですよ、これ多分。半分かな。半分を。違う、もうちょい。150ml を。に入れて、で今解凍した、ちょっと待って、まだ今食べないわけですよね。よっ、からまためちゃめちゃ晴れそう。おお、いいねー。ちょっと想像と違う形で、ちょっといい感じですね。前いただいたね、なんかロース豚っていうやつのソースが、ね、いっぱい余っててね、あれもちょっといろいろ使えるなって頭の中で考えながら、なんか野菜とさ、一緒に、炒め物に使おうかなとか思って、今度はなんか買い出しに行くときにね、考えて、考えてね。あ、ちょっと待って、まだちょっと固いぞ、まさかの。あ、ちょっと待って、ゲッ、ちょっと待って、くっついてる、まだ。
となんだっけ、ネギのっける、ネギのっける、ごまかけてネギかけて生姜ちょっと入れてもいいのかな、うん、ああやってソーセージが伏せてた、今新しいプロジェクトに向けて、プロジェクト、まあ、これが俺がやりたかったことなのかっていうのと、まあ、ちょっと違うような気もするような、違うような感じ。わ、超荒れてる、こんな夕方なのに。あれか、なんかすごいこう雨雲がずっとでかいのが来てたんですね、沖縄にね。それがこう少しずつこう流れていって上に、だからか、だから明日ピーカーなんですよね。明日でも行動するの良かったんですけど、まあ、なぜ体を動かさないとね、なんかこう体を動かさないと体痛くなってくるんですよね。なんか全もうなんか足とかね、この足の関節とかこう曲げるとかあるでしょ、膝ライスでしょ、納豆でしょ、よいしょ、うん、で、これ真ん中に、ここに真ん中に玉入れて、そうね、そうっすね、1万人プロジェクトとまでは言っていきましょう。1万人プロジェクトか、なかなかハードル高いね。1万人プロジェクト、まあやりがあるね、その方がね。よし、ではまずチンして、でこれがスープのお湯でしょ、でこれがこのしょで納豆でしょ、であんまねな、納豆も慌てて食いたくないんですよね。スープがぬるくなっていくのはちょっと嫌、スープ、あ、そうか、スープを最後にしてこういうものを最初に食べちゃえばいいのか。納豆をちょっといただきます。
なんかそういえばオクラって沖縄のオクラってなんか美味しいって言ってたのかな、そういえば。この前のあの海ほうれん草ってビーチにあった、あのたまたま歩いててたまたま出会ったおばさんが言ってたけど、なんか どうやって食べるんですか、一回茹で、なんかね癖がないから、癖がないから食べやすいみたいなこと言ってたよ。しかもそこさ、俺がね毎回ね、あの綺麗に使う地球の掃除をする場所なんですね。で、そこをね、そこを歩いてるとね、まあ、似たような葉っぱはあるんですけど、そのたまにね、そのほうれん草があるんですよ。その普通のほうれん草じゃないですよ、海ほうれん草っていうのがあるんですけど、なんかもう、なんかね多分画像上ではちょっと分かりづらかったと思うけど、なんかね肉厚があるっぽい感じなんです。なんか薄くないような感じ、なんかパッと見、俺がこう見た感じね、なんかこう厚みがあるような葉っぱのようなにも見えたね。薄っぺらぺらっていう感じでもなかったような気がする。一回ビールでお腹いっぱいになってきたな。あの一回茹でてアク取った方がいい、なんか言ってたね誰かね、米でなんかそんなこと言ってない気する。じゃあれを天ぷらにできるのかどうか一回こう自分でやってみてもいいしね。か食べれないのか、でも癖がないっつってたから、そこはうん、以前ハワイでね、タイ料ってお店だったと思うんですけど、アラマーナのホテルアマラバのショッピングセンターの近くにあった、確かですよ、タイ料っていうお店だったと思うんですけど、今あるかどうかわかんないよ。ほらあのすぐなくなっちゃうじゃんハワイってお店だから、あるかどうか知んないけど当時あったんですよ、タイ料って居酒屋が。そこにね、あのなんかこう知り合いとよく行ってたんですけど、なんかその時食べた、その時食べたやつがなんかこう、なんつうんだろう、海苔で巻いて食べるっていうの初めて、その時初めてでした。こんな食べ物日本にあるんだと思って、名前が爆弾っつったよね。でなんかその納豆とかなんかこうイクラとか、あと、マグロとか、そういう生物がバーッと入って、こう混ぜて、こう乗せて食べるのすっごい美味しかったです。俺生物あんま好きじゃないんですけど、その、なんかこう混ぜて食べて、その、食べるっていうのが好きなんですよ。なんか味を変えると。ポケとかさ、ああいうのは食えるんですよね。なんかビール2本飲むとお腹いっぱいになるね。お腹がパンパンになるんですけど、前からこんなんだったっけ。
あれ上のライトなんですけど、これソーラーパネルで集まった電気ですね。で、あの最近ずっと充電しっぱなしだったから満タンになってさ、よし、よし、2分ですね、多分。なんか変な音してるね。で、スープ。忙しくなるなぁ、また来年は忙しいっすよ。今忙しいっすよ、毎日忙しいわけじゃないけどね、まあ、やることもいっぱいあるしね。やることもいっぱいあるし、やることもいっぱいあるっていうかね、あんなこんなクソ短い人生の中でやるべきことっつうのは、世の中の人類がみんながやらなきゃいけないことなんですけどね。特に日本っていうのは治安も良くて、なんかこうみんながみんなじゃないけど、まあ安定してるし、なんか本当日本ってほんとクソだなって思うね。だから日本人っていうのは特にこうたくさん動ける、そういう環境にいるとすごく思うんですよね。見せたらね、すごく貧しい国っていうのもあったり、生まれてきて食べ物もない子供たちだっていっぱいいる国もあるし、生まれてきた瞬間に戦場だったり、このクソみたいな世の中に生まれてきて巻き込まれて、そういう国っていうその場所もたくさんあってね、で世の中ではクソみたいな政治家、分かりやすく言えばあのトランプとか、あと北とか、あの辺とかがごちゃごちゃやってる、まあ中国もそうだけども、はい、本当に2分でいいね、本当にくだらないことをどん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 やってるよな。結局ああいうクソみたいなやつらを選んだっていうのは、まあ、特にトランプとかさ、結局国民が選んでんだからね。あの今からごちゃごちゃ言ってるけど、結局国を良くしたい、街を良くしたい、経済を良くしたいっていうことで選んでるでしょ。まあ結局地球のために何をやってんのかって、地球を破壊してるよね。で今なんかこう気づき出してる人たちはいっぱいいるみたいだろうけども、やっぱり人類っていうのは豊かな生活を求めようと思って行動するんではなくて、地球に手を当てて今何を一番しなきゃいけないのか、今自分たちがここで行ってる生活の環境をどういうふうに変えていけなきゃいけないのかっていうのを考えないといけないね。
困ったね。どう困った？まだなんかまだ本当に純粋な子供たちが本当にまだまだ発信力というか発言力というのか、そういうこう力っていうのがあるなってなんか見ていたら思う。まあ行き過ぎたとこはよくあるけども、行き過ぎてるっていうとこは確かにあるけども、その行き過ぎてるとこまで行かなきゃダメなようなシチュエーションにしたのはお前らだろうっていう気持ちもすごいわかるんですよ。でもその行き過ぎたやり方っていうのは間違ってるんですけどね、俺からするとね。もっと賢いやり方っていうのはあるんだけど、やっぱり感情的にすごくなりすぎると、まあ結局まあドツボにはまる。よし、一旦火を入れて、卵の火を入れて、これから先よし、やってみました。なんでさ、これさ、この水滴をこうやってこうやって なんかこう、自分がやらなきゃいけないことをやることっていうのは明確に出てきたんです、最近すごく。で、もちろんその自分がやらなきゃいけないことを、まあ、やらなきゃいけない、まあ、やらなきゃいけないって自分で思ってるんですけど、やらなきゃいけない、やりたいことっていうのが、できるような環境になってきたことに感謝して、そういう環境になったんで、少しでもじゃないね、精一杯伝えていって、こうクソみたいな世の中人生で7、あ、これちょうどこれだっけ、しゃぶしゃぶ、焼肉、野菜サラダ、鍋物、麺類、豆腐。いいね、食べてほしいね。ローなんとかの字、創業120年、ホテル三浦帰る、まあ今年からつうか、もう今から来年もずっとバシバシね、行くしかないよね。
おお。で、こいつに、こいつのごまですね。美容と健康にいいごまをたくさんふわかけて、あれ出ないっす。おっと、七味さんがなくなりました。七味はあったわ。では改めまして命に感謝していただきます。しくぞ。でスープは最後にいこう。最後じゃなくて、向こうしないよ。スープがあると焦るんですよ。眠くなっちゃうね。あの、このタイミングかもしれない。うん。おお、桜が、うわ、これはすごい、めっちゃ綺麗。ほうれん草とか入ってんのこれ。
優しい。応援そう。これなんすかね、面白いの。大根かな。苦しい。最近ね、アメリカのなんかサバイバル生活っていうのをよく見てるんですよ。なんかお疲れ様でした。今日皆さん楽しい一日、安全な一日、一分一秒を大切に、残り限られた人生を地球のため、動物のために使ってください。終わりは突然やってきます。失礼。そういうとこで生活してる僧侶は、裸で生活するんですね。でそういうのをサバイバル生活を見てると思うのは、その人たちの一言一言のその動物に対する発言っていうのがなんかすげえ、なんかね、やっぱこう自分にないようなことだし、あとそういう環境に置かれた人っていうのを発言する言葉っていうのはこういうことなのかなとか、なんかそういうのを感じながら見てるんですね。なんかすごくなんかこう、まあ、勉強になるって言い方の方がいいのかな、うん、ためになるというかね
えば、例えば食事がなくて魚が取れなくて森の中に入ってって食べ物を探すんだけど、そういうのが食べ物が出てこなくて、でそれが何日かも続くとやっぱり体力も衰えていくし、空腹感が出てきてイライラもするだろうし、そういうのを感じながら見てみると面白くて、そこで捕まえたトカゲを食べるんですけど、生で食べてたり焼いて食べてたりもしてるんですけど、そういうとこに実際いた人間っていうのはそんな感じなんだなとか、すごくこう生きてる動物にこう気持ちをちゃんとしっかり持って、その生き物を例えばトカゲを持って、やっとトカゲが取れたぞっていうその一言で持って、こうやって動かしてる瞬間を見て、もう一人の人がそんなに命をそうやってやっちゃいけないって言ったんですね。で、なんかその番組をよく見てて、まあアメリカの番組なんですけども、その動物たちも食べない人がいるんですね。その要はベジタリアンってやつですね。でそういう動物たちをそういうふうに扱うことに関して怒りを覚える人たち、みんながないんですけど、その番組出た人なんですけども、なんかすごくこうためになるというかね、見せて、まあ、そういう例えばそういう状況に置かれても、自分がお腹が空いてても食べないし、そういう行動を越えて揺らしたりとか、例えば目の前にワニが現れて、よっしゃワニやってやるぞ、今から殺してやるぞっていう発言に対して怒った人もいたんですね。だからそういう時にそういう発言をしちゃいけないとか、その命に対してありがたさというか、ちゃんとそういう誠意を込めて直しなきゃいけないっていう、だからそういう感じをよく見るんですよ、その番組見てて。だから見る方向性っていうのが全く違う感じで俺は見てるんですけど、なんかこうためになるっていうかね、今ほらこういう世の中なんて、今俺もそうだし、今なんだこれ、豚が入ってたでしょ、豚が入ってたし大豆とか、まあ、結局もう作られているもの、化学的なものもそうだし、この化学的なもので微生物もたくさんなくなったりとかして、まあ、そういうことも結局たくさんのものたちがっていうのはもう分かってるんですね。分かってるんだけど、どうしたらいいんだろうっていう自分の中でもやっぱあるとこはあるんですよね。だからなんつうんだろうな、決して難しくはないんですけど、ただ自分がそれをこうね、こうやっぱりこう自分でそこを遮断してるから難しくしてるだけであって、結局俺もクソみたいな人間でゴミなんですけども、まあなんとかね、それ以上に頑張んなきゃいけないなっていう気持ちはやっぱりいつも持って、これからもねしっかり活動家としてやっていこうといつも思ってます。で、まあ来年なんですけどね、まあ、新しいプロジェクトも少しずつ目に見えてきたんですけど、プロジェクトっていうほど大きなことではないけど、まあ、誰もやらないようなことなんで、まあ、もっともっとね他に
そのやれないようなことっていうのは、それはやれ、なんかやれそうな気はするけど、もっとやれないようなことっていうのを、もっとやっぱね、地球のため、まあ地球のためっていうことが動物のためになるから、まあ地球のためっていうのはまあ全てでしょうね。だと思う。本当にね、世の中は腐ってるよ。みんな。間違ってることが多いんですよね。まあ、時間とともに、どんどん、やるべきことっていうのが、なんかこう、うっすらこう、今モザイクがかかってるような状態なんですけど、それがね、少しずつモザイクが取れてきてるような状態なんですよね。何かやるときにはね、たくさんの人たちの、力が必要になってくると思います。前はそういう感じではなかったんだけど、別に団体で活動するっていうわけではないんですよ。またそのうち喋りたいと思います。ごちそうさまでした。